令和2年6月23日、7月7日の七夕を前に、阿蘇市黒川にある道の駅阿蘇に、保育園児たちが願い事を書いた短冊などを飾りました。道の駅阿蘇に七夕の飾り付けをしたのは、熊本 YMCA 黒川保育園の年長組の園児27人です。園児たちは、お勉強を頑張ります。ランドセルが欲しいです。コロナが早く収まりますようになど、願い事を書いた短冊を高さおよそ6メートルの竹に飾り付けました。熊本 YMCA 黒川保育園では、毎年この時期に年長組の園児たちが道の駅阿蘇の休憩室に七夕の飾り付けを行っています。飾り付けが終わると、園児たち全員で七夕の歌を合唱しました。道の駅阿蘇では、この七夕飾りを休憩室入り口に7月いっぱい飾ることにしています。